オッケー。俺はもうね、何分の動画になるかはもう分かりません。出たこれ。九州はだるい。しばくぞおら。ああ弱いよ、ね。怖いね。よかった。ミッキー、ポリル。どうもです。はい、今回の企画。何ですか？金ネキ。イエイ。待ってました。イエイ。待ってましたよ。いよいよですね。いよいよ来ましたよ。はい。まあ、金ネキって何かっていうと、ポケットモンスタープラチナっていうゲームがあるんですけど、はいはいはい、そのゲームの中の一つに、バトルタワーっていう、ね、うん、機能があるんですよ。あります、あります。でそこでどんどんポケモントレーナーと戦っていって、でなんか48勝した後に金ネジキ出てくるんだっけ。確か48勝した後に金ネジキっていうキャラクターが出てくるんですよ。はい。でそいつを倒したらバトルタワーの頂上まで登り切ったってなるんですけど、ただそれが難しい、鬼畜、それが難しい、ね、はい。でまあなんでこの企画をやろうと思ったかっていうと、はい、そのモリリンのね好きな配信者誰でしたっけ。僕はうんこちゃん、加藤純一さんですよ。うんこちゃんがよくやってるんですよ、この企画。あ、もうずっと見てましたよ。この語りでうんこちゃんを見て、いやもうめっちゃ面白い。ずっとゲラゲラ我々撮ったけど、あのうんこボイスね、うんこボイス、馬ボイス、ね、馬ボイスけど永遠にクリアできなかった。何時間やってんの。何百時間やね、もう100時間は多分超えてたから、多分それでもクリアできないぐらい鬼畜だった。かわいそうだな。100時間やってもクリアできないっていうね、配信で。ほんとそれぐらい鬼畜なんですね。そうなんですよ。で、ミッキーが好きな配信者が。そう、僕の配信、好きな配信者は、モコーさんですね。ね。で、モコーさんも、夏休みなんか、そうそうそう。やるみたいな話出てた。今年の夏休みに、配信しますみたいな。金ネジキ配信し、どっかでやりますって言ってんのに、まだ一向にやってない。一回もやってないね。そう。待ってますよ、私は。モコーさん待ってます。はい。で、この二人が今共通して、そうそう、うんこちゃんとモコーっていうポケモンゲーム配信者が好きなんで、まあ、この企画ね、はい、やりたいなと思ってまして。目標はもちろん、頂上の。頂上まで。金ネジキ戦まで。はい。負けたらおしまい。もう、即終了。まあ、負けたら即終了にする、一回とりあえず。とりあえず、まあ、でもあまりにもあっけなさすぎたら、まあ泣きの1回とかも考えてやっていこうかなと思いますね。まあ目標っていうか、まあクリアはしたいね。そうだね。どうする、あの攻略とか見ずにやるよ。俺あの分かる知識でもとりあえず1回目はその知識でやろう。2人で一生懸命話し合いながら分かる中で、うん、懐かしのプラチナをやりながら。であと1個申し訳ないですけど、僕たちお金がなくて、あ、そうですね、ちょっと画面録画ができないってことで、はい、3DS を直撮りで申し訳ございません。すいません。なんでちょっと今回は携帯で直撮りとさせていただきます。はい、なんでちょっとよろしくお願いします。お願いします。ラフィッシャー、もうこのくしゃくしゃ感ですよ、もうこれ。あの配信の準備ができました。できました、見てくださいこれ。これはやばいよ。これしかもう私手段ないですよ、固定できて。もうやばこれ。まあでもこれで固定できたんで。そうですね、まあブレずにめちゃめちゃ多分綺麗に画面が映ってるんで、はい、じゃあこれでやっていきましょうか。じゃあやっていきます。初戦、はい、初戦1戦目、今回の対戦相手ですが、あ、これ A ボタンじゃね、 A ボタンか。私の調査ではエテボースやドククラゲやドンファンが出るらしいです。あ、これちゃんと言ってくれるんだ。あのね、最初序盤はね、出るけど3体出てきて、じゃあまた勝ち進むと今度確か2体か1体になって、あー、そういうことで、ヒントが減ってくる。そう、今度はそう、あの最終的に何タイプのモンスターを使ポケモン使ってくるよみたいな。あー、もう範囲が広くなってくる。どんどんどん厳しくなってくる。だから最初はこれも簡単だから、確かエテボースがノーマル格闘。いや、ノーマルだろ、エテボースは。あ、ノーマルだっけ、多分。で、ドックラゲが水毒でしょ。水毒。ドンファンが地面。地面だけだった気がする。地面だけだね。よし、じゃあそれ考えて、まあ考えていくか。はい。まあ俺もポケモン好きなんですよ。もう T シャツも今ポケモン着てるんですよ。ね、ゲンガンも。まず、ヤドランと。ヤドランは強い。オニゴーリ、キューボン、ミロカラス、ニムロトのケンタロス。ちょっと、あれ強さ見てるか。あ、技わかるんだ。そう、技見れるから最初。技構成だね。サイキネ、ナミロリ、瞑想、アクビ。これ強いんじゃないこれ。あのね、それ毒クラゲメタに使えるかも。そうだよね。あの、毒タイプだからサイキネ効くじゃん。デタイプ相性もいいから。ヤドランちょっとキープだ。キープだね。鬼氷はいらんな。氷はいらんな。キューコンは、キューコンも微妙だな。いらんな。
ドンファンとかに、ね、いるからその波りレイディメロメロサイミングありだ、結構強い、このメロメロサイメロメロが強いよね。あ、そうなんだ、これはいいな。格闘タイプ欲しいけど、ケンタロスってあのポテンシャルが高いんよ、物理攻撃の多分ね、こいつ能力値的に攻撃が高いね。そうそうそう、単純に強いから入れてもいいかも。でもエテボース初戦出てくるから、エテボースをケンタウロスで殺す、ケンタウロスで撃ってと、うん、オッケー。じゃあケンタウロス、ヤドラン、ヤドラン、ね、あと1体どうしようね。ドンファン対策か、まあ、ヤドランでもいけそうだから一応ミロカラスでいいんじゃない。オッケー、了解。じゃあケンタウロス、ヤドラン、はい、ミロカロス、ミロカロスで、オッケー。いやー、ミロカロスってでも小学校の頃全然金髪出てこなくて苦戦した覚えがある。確かに限定した場所にしか出てこないみたいな。あ、でもこれちなみにこれあれだよ、ポケモン倒しても次あの入れ替えができない。え、もうさ、交換できない、交代できない。なんで？え、そういう仕組み、規則設定になってる。あ、そういうことね。あのリアルなポケモン対戦ってことでしょ。そうそうそう、入れ替えっていうか、入れ替えが効かないから、その死なない限り、それかあの変えたらもう攻撃されちゃうんで。なるほどなるほど、大丈夫。そういうのはね、あのレート戦っていう、ね、オンライン対戦で慣れてるから。じゃあここはまあまず正直ね、あのタイプ1、タイプ1技っていうのが 1.5 倍になるやん、ね、威力が、うんうんうん、だもんで、こいつノーマルタイプだから単純に火力が高い暴れるっていいと思うよね。了解。これ多分ワンパンじゃね、ワンチャン。あ、バカだね。まあ初手だからね、初手から多分悪いね。よしよしよし、初手はバカだな、こいつ縛るぞ、こいつ。もうこう出ました。あ、やっぱ火力高いな、やっぱいいよ、いい火力。いや、バカでしょ、こいつ。はい、オッケー。いや、全然いいよ。はいはいはい、はい、まあまあまあ初戦だからね。そうね。え、ワンチャンでもさ、いや、このまま、このまま暴れるはさ、技が変えれんの。あ、そっかそっか、そうそうそう。いや、強い。多分半分ぐらいいってほしい、ね、あー、強いな。あ、いいいい、もうこれはもうドンファン三立てできるかもしれない。もうドンファン三立てって間違えた、あのケンタロス三立て、ほら負けるわ、それは。やべ、混乱した。まあ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 、それは。あ、そっかそっか。あ、こいつ、あ、そうか、身とか見た方がいいね。あ、そうだ、木の身でこんなに乗ったもんで。どうしようね、このまま。いや、暴れたらあれか。いやー、どうだろう、そのままゴリ押してもいいな、火力的に。タイプ相性的にいいのないもんで。このままもう一回暴れる、うん、もうまだこっち3体呼ぶから。そうだね、そのとりあえず体力減らしていこう。うん、まあ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 、こっちはまだね、2体の2体残してるからね。最悪これであかんかったらミルカラスで全然勝てるから、全然勝てるから。いやー、ちょっとこの夢の配信ができるっていう環境がね、ちょっと嬉しいっていう。ありがたいですね。ありがてえ、本当に。え、杖技持ってるな。これ技覚えてたんだ、相手の。そうなの。そう、次あの交換するときにあの相手の持っとったポケモンの技見れないから。あ、そっか。そう、何使ってきたかをちょっと暗記しとんのか。うわ、言ってる、厄介やん、このシステム。とりあえずミロカロスでいい。とりあえずミロカロスでもいいや。ミロカロスでいいか。じゃあ、あ、そっか、ヤドラン、ヤドランは残しとこう。ミロカロス、まあでも波乗りとかで耐久高いから多分あれだよね。ミロカロスの方が多分素早さ速いやつ、多分速いと思う。ドンファンよりは上取れるよ、多分。じゃあ波乗り、波乗りでいこう。オッケー、オッケー、オッケーオッケー。これはもうね、何分の動画になるかはもう分かりません、ね、はい、で、最後があいつか、ドクラゲか。ドクラゲかな。まあこいつはもうヤドランっていう俺らのエースがいるから。まあでもどうする、とりあえずとりあえずダメージだけ与えとこう。あ、でもあれだよ、サイミンズとかメロメロさせておいた方がいいんじゃない。メロメロできんよ、あの性別が一緒だもん。メロメロさ、性別が相手と違わんとできん。じゃあ3人で一つ。あ、いいよ、別に外れる気がするんだよ、ね、ありがてえ。こいつでも厄介だな、バリアバリアだよ、ね、
おお。よし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 。これ何パーセントなんだ ?60。あんま高くないんでね。あくびとかだったらね、あの次のターンだから、そうそうそう。スタートなんだけど。もうこのままご了承。このままご了承か。あ、でも入れ替えんでもいいけど、どっちでもいいな。入れ替えるか。ご了承。ヤドランに変えていいんじゃない？寝てるし。じゃあ、変えるか。多分そっちの方がね、早いよ。これです。秒で落ちたらもう最悪だけど。2から5やでね、眠るって。オッケーオッケーオッケー。この次からランダム。じゃあここから最近のやつか。じゃあうん、多分最近でワンパンでしょ。オッケー、ヤドランなら。よしよし。あ、でも頭取ってんだ、ドクラゲの方が早いんだね。いや、ワンパンでいけ、ワンパンで。ヤドランステータス高いからね、確か。 それなりに。こいつすげえよ。ポケモンユナイトっていうさ、ゲームがある。あれにもおるかな、ヤドラン。いや、強いね。このまま最近で。まあでも大丈夫ね、フィッチだから。余裕余裕、全然余裕。オッケーオッケー。ドックラゲがバリアと波乗りがあったっていう情報だけ。結構急所だね。危ない危ない。怖いよ。危ない危ない。びっくりしたけ。うんこちゃんがよく言うマスダーって言うぞ。マスダーって言うね。オッケーオッケー。まず初戦突破。初戦突破。まあ、さっきのマスダーっていうのはね、このポケモン作った人がね、マスダ純一さんっていう人だから、ね、その人に訴えかける意味で叫ぶっていう。あのね、裏で遠隔やってんじゃないかって。そうそうそう。配信見てやってんじゃないかみたいな。何を手放すかっていうのが難しい、ね。何を手放すか。別にこれ手放さなくてもいいんだよ。でも、交換しするっていうパターンもある。パターンもある。どうする？でもこの中で何だったっけ？エテボース、エテボース、ドンファン、ドンファン、ドクラゲ。なんか微妙だな。だって水タイプはもう見た俺じゃん。でだからドクラゲはもう出ても水タイプが3体になっちゃうから。まあいらんよな。いらないじゃん。正直ドンファンをどうするかだ、ね。ドンファンをケンタロスドンファンどうするかっていう話。このまま行っちゃってもいいし、ね。このまま行っちゃうか。とりあえず。暴れる強いしね。暴れるマジで火力高いから。ってことでじゃあ次行きましょう。じゃあ2戦目。はい。いや、このまま多分行っちゃうんじゃない？金年式まで。初日で行っちゃう。初日で行っちゃおうかな。尺が2時間ぐらいないっすか。アイドル来た。いや、49じゃない、2時間で終わらない。アイドルのクリムゾンってどんだけカオスの名前や。大台よ。水タイプ多いね。水タイプ多いね。もう普通に暴れるでいい気がする。暴れるか。じゃあ物販戦もぶったら。ケンタウロスって速いしな。しかも意外と速いんだね。そうそうそう、やっぱ闘牛だからさ。いや、半分まで行ってほしかった。このお題は強いかもしれない。次ちょっと候補かもしれない。いやー怖いね。オッケーオッケーオッケー。まあ勝てるっちゃ勝てる。正直11交換さえしてくれればね。そうだね。まあやったでしょって感じで。これ意味ない。いや、素早さが下がるから。素早さが下がるから。後から。オッケーオッケー。いや、これ強えな、持ち物。これが強い。持ち物のさ、見たかった。シエンで強い。暴れるっていいじゃん。シエンでいい。あ、シエンでいいよ。シエンでいいよ。とりあえずシエンでいく。これで耐えるじゃん、絶対。耐えると思う。で、その次で、撃てばいい。暴れる。やべ、9章これ。え、ちょ、待って。は？出たー。出た出た。これ九州はだるい。しばくぞ。おらやばい。ちょっと待って、あとブリッジしかないこれ多分。いや違う。いや大丈夫です。ヤドランもう最近にがあるから。いや正直水と水で普通だから大丈夫。あれ水と水って、あれ、あこいつ地面持ってるから。いや地面ない、こいつ水単色。あれ水と水って今一つだっけ。今一つ。あっホント。だから最近ね、ヤドランで最近の方がいいんだよ。ああ、いやでもこいつ紙砕く持ってなかった。その可能性もある。当たる最近で。あ、オッケー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 。急所はだるいわ、やっぱり。もう急所2回引かれたから。これうんこちゃんの気持ちわかるわ。わかるね。まだまだ2戦目だから。まだめっちゃ風入ってね。昼か。あ、やべえ、雪の方ですよ。いや、雪の、まあ、出てきたけど、突破するしかないんじゃない。最近ね、最近のブッパあくびでいい。あくびだと次、草タイプ打ってくれるでしょ、多分。
あ、そっか。やべえ、積んだやな。だから最近のブッカはそういうのか、あくび打つのか。あくび、あくびでいいと思うよ。かけるじゃあくび打つかな。うわぁ、もうだるこれ。ギガドレどんぐらい食らうんや。耐久高いからな。耐久高いから。いや、行ったな。やばい。いや、行ったな。やばい。まあでも2戦目にして最近ね、最近ねだよ。最近ねだよ。最近ね、瞑想じゃないから。うん、とりあえずもう死ぬもんな。あ、平気だな。あれでも今一つ、今一つだね。でも死ぬ気がするな。まあ、やばいよ。何なし。やば。え、やばい。カゴの実、ラムの実。ラムの実はだるい。終わった。これ多分負けだな、これ。きっつ。メロメロつ、もう。いや、無理よ。生物一緒だ。あ、一緒だ。催眠術かね、もう。もうそれしかなくね。催眠術。催眠術、レイビーでしょ、もう。はい、始めた。いやー。お、レイビー。あ、オッケー。まだ。じゃあ、もう一回催眠術すると。よしよしよし、もう一回もう一回もう一回。まだいける、まだいける、まだいける、まだ参るぞ。よし、よっしゃ、優秀よしよしよし、優秀優秀。マジミロカロス強強い強い強い。ちょあられがめんどくせえな。地味に痛い、地味に痛い。レイビタムあれでしょ、あのこいつ草だから、うん、普通だぞ、普通だよね。半分いってほしいな。ベイビーでもゴリ押すしかない、もうこれは。どんぐらい削れる？半分いけ。うわ、あ、何これ何これ。あ、貝殻ですよね。は早いって。あ、でもギガドレインは使ってこない、なぜか。どうする？いや、もうレイビーでしょ。レイビー、もうレイビーで凍らせよ。レイビーこ、あ、そっか、凍らせる手段があるか。あ、眠らした方がいい、鑑定かな。俺は眠らせる方がいいと思う。じゃあ眠らせる。眠らせる。オッケー、オッケー、オッケー、もうこれしかない。もうマジで確率薄いからな、催眠術。確かに。もうこのままもう起きずに、もう外役戦法で。外役戦法で。もう急所じゃない。ハンドモスマジで。急所急所。急所くれ、こっちまで一回も聞いてないんだから。おお。引いた。引いた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 。いや、ミリ。いや、でも寝とるもんな。ミリ大丈夫。オッケー、オッケー。次起きんときはもう大丈夫。だいぶでかい、この急所。よし、勝った勝った。これでかい、マジでこれでかい。まあ、これでね、相手2回引いてるからね、もう1回ぐらいストックされてるから。そうだ。貯金があるもんで。よーし。よっしゃ。2戦目で負けるとか。危ない危ない。ただ次だよね、問題は。まあまあ、確かに。何出してくるか。雪の結構強いかもしれない。ね、技構成的に幅広いよな。うん。ギガドレと水の波動があったな。おし、いいぞ。爆風だ。炎。炎だな。もう波乗りでいい。あ、メロメロで出んのかっ。せっかく、あ、いや、大丈夫し、大丈夫。オッケー、ワンパンで。ワンパンでお願い、ワンパンで。そんな耐久高くないな、バグ。攻撃特化だね、攻撃特化だね。よーし、マジでミロカロス強いわ。強い強い強い。優秀。ミロカロス強すぎる。最強。最強キャラだ。最強キャラだ。こいつは取っとかなかんな。取っとこう。よし、オッケー。危ない危ない。危ねえ。てか、ワンチャンあれだな。雪の王強いな。雪の王入れてもいいな。ケンタロスと雪の王入れ替えてもいいかもしれない。まあまあまあ、確かに。それか、今ヤドランか。ヤドランってか、水かぶりしてるから、ヤドラン抜いてもいいかもしれないな。ちょっと待ってね。ホエルオ、スリーパー、マニューラ。ほう。ホエルオは水でしょ。スリーパーがエスパーでしょ。マニューラ、氷とバクだっけな。マニューラ、氷役だから。いや、まあ正直、ヤドラ消して、うん、雪の王で。雪の王入れて。で、まあスリーパー。スリーパーは、あの、あいつや、あれがあったやん。あの、テンタロス追い打ちがあったもんね、抜群だから。ホエルオも、
あれ雪の王で戦えるから、雪の王で戦えるから、だから、ヤドランと、ヤドランでいいやね、手放し、うん、あれもさ、あれって順番で出てくるんだよ、順番で順番変えれんのこれ、これ変えれんの、うわ、先頭に雪の王が欲しいわ、そう、ヤドランでいい、ヤドランにするか、雪の王もらおう、雪の王でいい、ワンチャンさ、爆風でさ、マニューラマニューラの撃退法がなくて、いや、マニューラって正直火力ないけど素早さ速いんやん、素早さ速いんやん、爆風より速かった気がするんだよな、あだって吠えるを攻略できんかったら詰むよ俺ら、そうだな、詰まんかな、大丈夫かな、どっちか迷うな、でもマニューラをどうやって倒すかアクとエスパーってどういうやり方、アクとエスパー、うん、は抜群、うん、どっちが、エスパーが抜群になる、うん、じゃあエスパーがクラゴークラゴーか、あ、クラゴーか、そっか、爆風か、爆風にするならホイールはなんとか頑張ってもらってケンタウロスににする、いや迷うな、なんかシンプルに昨日がいいよ、いいよ、火力的には雪の方が高いけど、まあマニューラを重いって考えるなら爆風でもいい、でも雪の方は、あの雪の方にするかじゃな、うーん、任せるわ、爆風にする、爆風にしよう、爆風かっこいいから爆風にする、爆風にしよう、オッケー、ちょっと迷った、これは多分風化覚えてた気がするけどな、あ、でもおばしとかあるんだよ、おばしか、うん、もう火力でもう火力でゴリ押し、とにかくガリ押す、ゴリ押す、ガリ押す、ガリ押すやね、ピカチュウ出てきたやん、ポケモンマニア、これ、あ、これね、あ、ポケモンゴッコか、懐かしいな、こいつが重いよ、重いんだよな、体力が多いんだよな、だから俺もうさ暴れるしかなくない、もう暴れるしかないか、これ暴れるくんでしょ、やっぱり暴れる、まあ、素早さ上取ってるんだよ、絶対3発ぐらい死んでもらわんいいんかな、おー、まあまあ早いよ、いや、ケンタウロスが強い、いや、ケンタウロス強いガチ、ありがてえ、オボンか、いや、でもワンチャンあるでしょ、圏内でしょ、オボンだよ、いや、微妙だな、残るな、これこいつ、そんな火力高くないでしょ、これ多分ね、多分 HP が多いだけでしょ、半分、いやー持ってかれるよ、半分で半分、頼む頼む頼む、急所急所、これ多分ミリ耐えるから、これ次のレビで耐えるか、乱数だよ乱数、これ耐える耐える、これ多分ミリ耐える、ミリ耐える、頼むよ頼むよ、耐えんやないかい火力が、ミロカラスでいいかな、ん、バクーンは乗りましょうぞ、次なんだっけ、次エスパーか、次エスパー、ああ、じゃあロパラスにしよう、どうする、これさ、レビリー、これレビリー落ちないとかないよね、これない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 、いや、いける絶対いける、オッケーオッケーオッケー、怖いか、これよし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 、てかもう21分も取ってんのか、まあまあ取ってんの、波乗り読み取った、うん、どうしようね、上取ってんのか、これは上取ってると思うから、てかオスが出てこんな、それな、メロメロの意味がねえからな、波乗りでいいと思うけどな、火力高いから、ルッパ催眠術はもうせずに、うん、もうルッパ、波乗りじゃルッパで、正直最後マニューラと爆風の対面さえできれば、あ、そうだ、そう、もう勝ちだから、いや、HP 多いな、なんだっけトリックって、素早さが逆の方、遅い方から速くなる、オッケー、じゃあもうとりあえずもう波乗りぶっかでいい、波乗りぶっかでいい、あれあれ同速なのかな、ワンチャンスリーパーと同じ速度だから、あ、そういうこと、そう、こいつバカか、何こいつこいつバカ、
元に戻したっていうね。何こいつ意味がわからない。ナベプだな、こいつは。ポケモンごっこ一人でやったらわ、こいつ。いや、もう勝ったね。じゃあ、マニュラもいけるとこまで、こいつで頑張ってもらえばいいやん。なんなら催眠術いいんだよ。そうか。しなくていい。しなくていいでしょ。ダメージだけ稼いときゃいいでしょ。なんだっけ、波乗り、両方今一つで。今一つで。いや、多分波乗りは普通。氷と悪だもんね、こいつ。これいいよ。これひるむのか、これ。違ったっけ。これ絶対ひるむってやつ。あ、絶対ひるむのか。急所これ、もしかして。いや、まあまあ食らうね。だるいだるい。いやー、キモい。キモいな。これも急所高いからね。急所高い、これも。いやいやいや、おかしいです。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっとでも食らわせるな。ちょっとやばいです。うん。いや、いいよいいよいいよ。おぉやっしゃー、急所のザマミロ。ザマミロ、クソだ。よし。ちょっと言葉が聞かれました。やっぱモコ、モコとね、モコと加藤純一はもこれ以上の口の悪さだからこれ以上の口の悪さだからこんなんじゃ済まんそれが面白いもんだけどいいんじゃないいいじゃん余裕だな4戦目クライゴン、エルレイド、千葉コリュうわ、強いぞエルレイドってなんだっけエスパー格闘だっけエスパー格闘だからジバコイル重いなジバコイルあ、でもあれがバックムンだろいや、ジバコイル、ん？いけるいけるジバコイル電気だろ鋼電気だもんね鋼電気だろ、まあ、あ、そっかそっかで、クライゴンはもう霊火でもう4倍やからうんってことは、ケンタウロスがそろそろ需要がなくなってきたなってことで変えるか変えるかケンタウロス強いけど、まあ、しょうがないねマニューラ入れとくかあ、マニューラじゃなくていいいや、マニューラありだよマニューラありだよね、うん、あの猫魂と辻切りは強いよね強いねじゃあマニューラ入れとこう正直、氷を噂覚えてたらフライコンもワンパンできそうだし確かに猫魂してからの霊火かなんかなんならしょっぱな霊火でも全然落とせ、落とせそうだよねありっちゃありいいよ、フライゴンお、オスだやっとでしょあ、冷凍パンチいいよ、じゃあ猫玉にして、猫玉、ね、猫玉がいいうん、とりあえず先生あの、初手は猫玉がいいほんとうんこれ絶対ひるむからあ、そっかそうそうそうけ県内2連とかのかそうそう確実にとりあえず確実にで、ここで冷凍パンチでもう落とすとオッケーオッケー、了解了解えあー、弱いやつね怖いね、よかったね多分ここ落ちるし、多分弱いと思うさすがにさすがに4倍はきついよ耐えたらビビるわオッケーオッケーオッケーはいいいねいいねいいよいいよ調子いいねエルレイドがあ、辻切りで抜群だっけ抜群だと思う猫玉しかないあ、猫玉はさ、出たターンしか出んやねで、出たターンの1ターン目しか使えない。あ、じゃあ、辻切りでいいの、うん、辻切りでいいと思う。3盾もあるな、これ。3盾あるな。あ、これ抜群じゃないのか。格闘が。格闘があるからか。でも火力高くね高すぎるわ、普通に。いや、それは悠長だ。悠長だ。それは悠長だ。なれく。辻切りでいいうん。バカバカバカ口悪口悪すぎだろポケモン分かってないねもうこの人は、ね、舐めてんねもう1から、まあ、1から出直してくださいほんとに三立てあるなあるなこれうんご了承していいんじゃないどれもあれ一生全部多分全部今一つな気がする冷凍パンチは今一つを確定して辻切りじゃあもうあのあれで狙いで急所狙いで急所狙いでいこう辻切りうわうっとうしいなこいつ防御高いって言ったんだマジでまあまあまあもう一回とバカだなアホだおい連続で引いていくおかしいだろこれ 30% だぞこいつめんどくせえオッケーオッケー
あ、今一つなんだ。急所。おお、急所。これで急所。これか。まあでもな、リフレクターだっけ、うん、そっか。あれが貼ってあるのか、カフェが。そうそう、あれ貼ってあるから。もう耐えていく。マジ優秀だな。優秀だ。よし。ミラーショットって何？分からん。なんか何なんだろうね、ミラーショット。いや全然入らん。嫌な音でもいいかもね。嫌な音で防御だっけ？防御をガクッと下げる。ああ、やってよかったら。あ、こんななんか知れたダメージだったら。嫌な音やろ。オッケーオッケーオッケー。どうせも爆風でワンパンでしょこいつなんて。まあこれしょうがない。まあまあまあ、よくやってくれたでしょ。ようやってよ。はい、2体起こしたらもう全然十分すぎる。ね、十分だね。爆風だね。爆風か。ああ、そういうか、全部攻撃技や。効果力技ねえんや。このパンでいいや。これも小学生がもう、考える技構成ですよ。それな。何もあげるやつ入ってない。エビワラ、おったやん。あいつに全部の技を覚えさせるみたいなパンチ。そう、同じやつ。それと、よし、4勝目。いや、いいね、いいね。いいよ、いいよ。5戦目。カメックス、ドグロック、ガラガラ。ドグロック、ガラガラ、カメックス対策は、カメックス対策がない。ジバコイル連れてこんのかんね。ジバコイル連れてこんのかん。で、ドグロックは、毒格闘でしょ。毒格闘。だから、エスパーが効くんだよ。エスパー効くね。じゃあ、ミロカラスが、あ、違うわ。ねえわ。ヤドラも。ヤドラも行っちゃったわ。うわ、これきついな。ガラガラ。ガラガラは地面だっけ。ガラガラ地面。地面だから、ガラガラの対策がいいのか。ガラガラはミロカラスって。ミロカラスを落とせばいいのか。カメックスとドグロックどう処理する、処分するか。いや、むずいな、これ。カメックスは多分ワンチャンマニューラでいけそうな気がするやん。まあ、猫魂からの。うん。ドグロック重いな。ドグロックが厄介。あいつ強いもん、普通に。あ、さっきのポケモン何がおったっけ？こうやって一回、ある程度押しても、後で中止できるね。うん。マニューラ。爆風だな、カエルだったな。そう、何とってますかね。フライゴンが何の技があったのかも分からん。何も分からず死ぬったもん、こいつ。でもフライゴンやめた方がいい。ワンチャンソコラミン持ってたわけだよ。ソコラミン一回待たんとかもんね。エルレイドも分からん、何があったか。あー、でもエスパー格闘だから、エスパー技持ってたらドブロックには強いよ。もう賭けでエルレイド持ってくるから。エルレイド強いな。うん。エスパー技あったら。そう、あったら。最近のとこありそうだね。エルレイド持ってくる。エルレイド持ってくるから。で、爆風でいいよね、カエは。うん、カエは爆風でいいと思う。じゃあもう賭けで、これは。エルレイド。いや、これがバトルタワーの醍醐味なんですね。わからんとこね。わからんとこ。技をちょっと見せて、見ないともいかんっていうのもあるからね。そうだね。でも技見てる余裕ないよね、正直。そうそうそう。まあ、カメックスはマニューラ先生で、とりあえずあれだよ、ね、猫玉、猫玉でしょ。もう頭取れるのがいいわ。 OK で、もう辻切り、もう辻切りぶっぱでしょ。頼む、急所。このコンボ強いわ。だいぶ削れるもんね。だいぶ削る。いや、マジか。素晴らしい、素晴らしいマニューラ強すぎる。最高のポケモンだ。レビ？辻斬り？あ、悪だよな。え？格闘毒で。悪、今一つだっけ？今一つだと思う。嫌な音入れるするか。いや、レパンじゃね？レビ？あ、レパン？
レイパンな気がするな。あれ、レイパンだと効果普通だよね。普通だよ。嫌な音入れずに、嫌な音入れずにレイパンでいい気がする。ワンチャン、ワンパンされるもん、マニーが。じゃあレイパン、あ、レイパンいくか。これいや強いよ。あ、十分十分、半分入った。え、強すぎない？やべえ、即急所だ。え、マニューラ強すぎない？やばいやばい、俺らの貯金がもうなくなってくる。貯金出た。貯金がなくなってくる。なんだっけ貯金って。あの、あれだよ、運使ったら貯金、貯金どんどん払ってくる。で、あとでもう効かなくなっちゃう、それは。そうだね。ガラガラもうレイパンでいいんだよ、これ。あ、レイパンでいいと思う、レイパンで。まあ、そんだけ。まあ、そのさっきの貯金もね、うんこちゃんがよく言うんですよね。そうですね。なんかあの、急所当たったらもう、そう。貯金がなくなるっていう。急所1回がもう貯金の溜まってたお金だと換算して、そうそうそう。どんどん使うたんびになくなっていくみたいな。でもどん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 、うん。交換になって使えなくなるっていう。そう。貯金って面白いよな。もうこれしょうがない。いや、だいぶ活躍してる、こいつは。ガラガラちょっと火力高いな。もう見ろからっすよ。もう見ろからっすなんてやね。結構このパーティーがもう鉄板になったな。ね、なみなみ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう今何戦？ 6 戦？5戦？ 5 戦終わったんだよ、これ。次で6戦か。6戦目。フローゼル、またジバコリ出てる。多いなぁ。ミッドキング。うわ、バックフンが欲しくなったな。フローゼル水でしょ？うん。水対策が。いや、もう正直フローゼルはマニューラで殺せる。マニューラ殺せる？うん。ジバコイルは。ジバコが大変だね。大変だ。重いわ。ミドキングはメロカノスでいける。じゃあ、一回あの、見るか、もう一回。ジバコイル対策をどうするか。バックフン捨てんときゃよかったね、エル。エルレイド。あ、でもエルレイド？エルレイド、ちょっと強さ見よう。あの、うん、技何持ってるか見よう。カット技持ったら、あー優秀。こいつにかけてもいいけどね。カシブの見て何か。カシブの効果は分かんないのか。分かる。あ、見れるよ。あれ、ちょっと見れんくね。見れば。ちょっと、一応こいつ、こいつ、え、エルレイド手放す？あ、何かって見る。あ、そう、何か見たい。ハメックス、ドブロック、ガラガラ。ガラガラ、自信とか持ってんだよ。あ、ガラガラでいいのか。え、でもカラーは、カラー割りがあるよ。でも、ジバコってさ、火力高いやんね。エルレイド。あの、あ、そっか、今一つか。うん。電気を去って。そう。上取ってるじゃん、でも。いや、ジバコ早いよ。早い。エルレイドより多分早い。エルレイドはあれだよ。今、アヤピカと電磁波持ってて。外役戦法。外役戦法で。まあ、じゃあ、それでいく？いいよ、それでいくか。カワラ割り抜群でしょ？カワラ割りは抜群だね。じゃあ、うん、ステイで。ステイで。まあ、多分よ。マヒーラとマジで。ちょっと待って、確認して。オッケーよ。今何時？30分経ってる。10時半ぐらいだった。10時ぐらいだった。10時半ぐらいだった。とりあえず猫玉安定じゃない。はい、でも持ってくでしょこいつ。これと通知切りで火力高いの。じゃあ急所でしょこれ。やばくない？オーボンか。ぶっ壊れやんこいつ。やべえ、急所めっちゃ引くじゃん。で、筋切り。筋切り。お、はい、上取ってきた。いや、でも今一つだろ。時間見ていく。これ、横大丈夫だよ。絶対大丈夫でしょ。いや、強いね、マニューラ。
10時半です。はい、これさ、冷凍 入らなかった違ったっけ。冷凍入らんね。入らんけ。ワンちゃん嫌な音でもう下げて、嫌な音、次の次のモンスターに、そのあ、ポケモンにエルレードに任せよう。そうだよ。ワンちゃん耐えるでしょ。まあでもここは死んで、死んだ方がいいかもしれない。下手になんか壁とか貼られるよりは。確かに。で、エルレードに、うん、河原割りでお前、河原割り全然いいんや。いいよ。あ、いいよ。頼むよ。いやでも何も貼ってないからね。あ、これ頑丈持ってた気がする。一回耐える。あ、一回耐えるのか。一耐える。落ちた。落ちたんかい。素晴らしい。意外とエルレード火力高いんだ。優秀だ。これ関東の道に泣き声が鳴らしとって。なんでずっと言ってるの。出るためにすんの。はぁはぁひぃひぃってずっと言ってる。全然ちげえやん。ほんとだって、ほんとほんと。そんな泣き声聞いたことねえんだけど。あ、シネの図付きでんじゃね。あれじゃ、河原抜群じゃね。え、地面シネでしょ。毒でしょ。じゃあ両方入るってこと。あれ、河原入らない。いや、地面は格闘抜群じゃないよ。岩だったら抜群。あ、岩だったら抜群か。そう。じゃあシネ入れよう。うん。やば、上取ってんじゃん。意外と早いね。抜群じゃないよね。エルレード遅かった気がするな。何が高いんだ。攻撃だよ、攻撃。攻撃か。あ、まあ、こいつ火力高い。うわっ、えぐ。やばいやばいやばい。こわっ。でも、レンリンポールから身の可能性が。芝県は。レイビ、ナミノリ。いや、レイビ、レイビ。あれこいつ上、え、ちょっとやばくね。待って、上取ってんだ。あ、でも硬いわ。硬いからいいや。オッケーオッケー。これもう一発、ネガーコが一発。いや、行くぞ。よし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 、もういいや。貝殻の鈴があるから。余裕だわ。急所来なければ。まあまあまあ、よっぽど大丈夫でしょ。363も HP あるの。オッケーオッケー、よし、十分すぎる。バカか。よし、ミドキングワンチャン強いか、これ。ミドキング火力高いね。うん、火力も高ければ、なんかすごいやつも意外と。エルレイドがさ、正直なんかあんまり何もできてない。いや、わずかコース悪くないと思ったけど、まあ、自爆いる。まあ確かに、千葉コリ倒したから。うん、落としたから。あいつでも素早さ落ちてよ。そうなんだよ、ケッキングちょっと厄介だな。リーティア、リーティア、ドンカラス。ケッキングはノーマルでしょ。ケッキングじゃあ、あれ、エルエルでしばけばいいから、変わら終わりで。まあまあまあ、正直リーティア、ドンカラスはミノカラスがいけるな。リーティア、ドンカラス、あ、レイビアあるからね。うん。あ、そっかそっか。ってことは、バイルツに行くってこと。俺ね、マニュアルの火力はね、なんかめっちゃ信頼を置いとるやん、ね。置いとるやんね。だから変えなくてもいいんだよね。もう一回変えるだったら、正直エルレイドなんだけど。エルレイドを代理になるやつがおるから。代理がおるかって言ったら、ニラキングしかおらんけど。もうね、抜群取れるやつが。ミドキングだってリーフィアルで落とされる可能性がある。まあそうだね。ってことは変えなくてもいい、いいっていう感じ。変えずに行くか。変えよう、変えずに行こう。変えずに行こう。いやー楽しいな、ポケモン。やっぱりポケモン面白いな。久しぶりになると面白いな。なんか普通にさ、人と戦わんじゃん、これ。そうそうそう、コンピューターじゃん。 そうそうそう、それでも面白いっていうのはすごいいいな。向こうも頭いいからね。うん、こいつでも1ターンに1回じゃあ2ターンに1回怠けるかな。とりあえず猫玉安定じゃね。これさ、悪効かないんだよね、辻切りが。確か、いや効くよ。のあのゴーストが効かないだっけ。うん、じゃあとりあえず猫玉しようか。で、辻切り打っても大丈夫だ。エアプしたら知らんけどね。エアプって、え、その
ガセネタみたいな。行くよ。行くよ。お前。ああ、おやおや。ゴーストね。ゴーストライドさん。いや、能力値高くね。待って。勝った。勝ったくね。辻切り。冷パンでワンチャン殺せる。辻切り、続ける。うわぁ、俺は、どっちでもいいな。それか、嫌な音で。いや、でも次、耐えれんかったこと、時のこと考えたら、ちょっと、打っといた方がいいというか。うん。削った方がいい。削って、でもし次の攻撃耐えたら、嫌な音で、そうだね。下げてもいいね。冷パンで凍らせたくもありっちゃう。俺は冷パンで凍らせたい派だ。全然それでいいよなら。冷パンで凍らせたい。冷パンいけ。冷パン頼むわ。これ。冷パンって何パーで凍るんだろうな。30パーぐらい、20パーぐらいだった。20パーぐらい。向こう持ってきた。あ、でもタイパイショーがね。フィッチだからね。フィッチだから。ここでワンチャン嫌な音かけてもいいよね。あ、いやもう筋切りでいいと思うよ、普通に。筋切りでいいか。で、次怠けてもう一回上取って攻撃すれば落とせるか、うん。そう。で、もうリーティアなって、冷パンで多分ワンパンだもんね。硬えな、こいつマジで。けど怠けるのはもう痛すぎるから。まあ確かに。使えるかどうかって言ったらちょっと、わからんよ。でもこいつにやられとらんかったら、うんこちゃん。やられてて、ボコボコにされとってよ。怒られとってよ。怒られとってよ。あ、冷パンで。冷パンできた。あかん、マニューラが強すぎる。マニューラが捨てれんくなったね。捨てれんくなった。だけど次、一回勝ったらリセットするから。あ、そう。一周目が俺なんで。そんな感じだ。7戦だからさ。あ、強い。いやー、マニューラで3立てあるわ。あるわ。3立てまで見えるわ。これは3立てだから。レーパンレーパンでもマニューラさん。いやー、強いね、マニューラさん。さまさまだな、これは。さまさま、こいつに頭が上がるのか。強い。レーパンって、もう、はっきり言うかね。レーパンってそんな威力高くない。それはもうそんな。80ぐらいあるのかな、70ぐらい。マニューラが単純に火力高いんじゃない。あ、そういうことか。じゃなきゃ一発落とせんよ。うん。これで7000。これで7000終わった。で、1周目が終わった。これ。えぐいな。バトルポイントもらった。バトルポイントゲットしました。ここで一旦あれだよね。ここで、そう、一旦、これでセーブされてた。セーブか。はい、じゃあちょっと49勝までやろうかなと思ったんですけど、はい、ちょっと時間がもう40分一周だけでもう結構時間取っちゃったね。そうだね。で、40分ぐらいも撮影しちゃったんで、はい、このバトルタワーだっけ。バトルタワー、このバトルタワーには7000ごとにセーブする機能があるんで、はい、まあちょっと7000ずつ取ってって、そうね、一周の一応一区切りついたんで。そうだね。で、ここでまあ一旦ね、また別の日に別撮りして、そうだね。まあ49勝まで、はい。粘っていきます。はい。じゃあ、今回は、とりあえず、ここまでってことで。一発で7勝まではできましたね。とりあえずね。マニューラが強かったね。めっちゃ強い。もう、有能すぎるけど、でもここで一回ちょっとお別れになっちゃう、ね。お別れになっちゃうのか。そっか、全部あれか、リセットされちゃう。リセットされちゃうから。そう。いや、でもよく頑張って。いや、よく頑張ってくれました。幸先良すぎるね。2戦目でちょっとやばいと思ったけど。でも、貯金だいぶ使っちゃったよ。ちょっと次、もう一回、貯金しとかんと。ね、このね、この期間、空いた期間に、ちょっとそこら中に困ってる人がいたら、助けて。そうね、それで貯金作って。貯金作っとくんで。そう、いいことしてれば。そうですね。じゃあ、また次回の動画に期待してください。はい。ノンファミでした。バイバイ。